VTuber のサメロ様大人気だよね。アニメイクで VTuber の再現するってなんかもうよくわかんない感じなんだけど、やってみたいから再現してみますか。VTuber のクズハ再現しちゃうよ。VTuber のカナエくんも再現してほしいとリクエストの多いキャラでした。そんじゃ再現しちゃおう。やってほしい VTuber のリクエストで一番多かったのは剣持智也くんでした。ってことで再現しちゃおう。うっせぇわうっせぇわなんて言えてるうちはまだ問題はなし。VTuber の眉住描いて今月で引退しちゃうんだね。リクエストももらってたし、これは彼に敬意を表して記念に再現しないとじゃない？ってことでやりますか。I'm a perfect human。すっかり二次三次にハマってしまいました。最近はふわくん推しってことで再現しちゃおう。気がついたら二次三次メンバー6人も再現してた。ここまで来たらもうちょっとやりたい。次はやっぱりアキナかな。そんじゃ再現しますか。ふわっちともんさん再現したから、あと2人再現したらもうロフマオじゃん。やっちゃおう。ロフマオの3人を再現したからもうあと残すところは1人。そう、鏡社長を再現しちゃいます。再現したらボルツも再現してほしいっていう声が多かった。そんなにみんなが見たいなら再現しちゃう。長尾くんと楓くん再現したからあと1人は原付くんだよね。そんじゃ再現しますか。
お悩み相談会といきますか。そこのあなた、身長が伸びません。そうですね、逆に伸びた人は縮むことができません。怒りましょう。奴らの一人が向こうに、彼女ができません。彼氏を作りましょう。誤差です。作業が進みません。じゃあ放置しましょう。ただし、あなたもそこから進むことはできない。